ダブルショーの微笑ましい絆、平野史洋と桜井翔のコミュニティの奏でる距離感。番組外での連絡先交換拒否。ダブルショーの中に潜む謎とは、一億三千万人の翔チャンネルの MC を務める桜井翔が、9月3日の放送でナンバー、愛の平野史洋をゲストに迎えました。昨年にはナンバー、愛全員が出演し、平野個人でもたびたび登場していたこの番組で、桜井と平野のダブルショー。 コンビの微笑ましい関係性が再び脚光を浴びています。2021年5月の出演時、平野は桜井に、先輩とのメールの終わらせ方がわからないと相談。悩みを打ち明ける中、桜井は平野の気遣いに感心し、その人柄を称賛しました。同年8月には、自宅のインテリアについてのトークで、桜井はプロに相談したと明かす一方で、平野は他人を家に招くことへの不安を打ち明けました。 連絡先を交換していないものの、二人の心の距離は番組を通じて縮まりつつあります。最近の小チャンネルでは、桜井が平野を面白いですよね。天然な印象あると思うと紹介し、オープニングトークでの質問に平野が微笑みながら答える姿が印象的でした。番組内での食材試食シーンでも、平野の可愛らしいリアクションに桜井がフランクなやりとりを交わし、 二人の関係性が視聴者にも伝わる瞬間となりました。特に、新潟県南大沼市から届いたジャンボ椎茸に対する平野のリアクションは目を引きます。平野が嫌いなんですけど、見ててめちゃめちゃ食べたくなる、美味しそうとコメントすると、桜井が興味津々に返答。桜井のフランクなトークからは、二人の距離が縮まっていく様子が感じられました。タイの試食では、桜井がうまいとうなり、これに驚く平野。桜井は、 20代のフレッシュなコメントと40代の熟成されたコメントってこうも違うんだとコメントし、先輩としての優しさを見せつけました。番組を通じて気づかれる二人の関係性は、まるで YouTube チャンネル、ジャニのチャンネルの地上波版のようであり、異なるグループに所属するものの、先輩と後輩としての絆が魅力的に映ります。この共演はレギュラー出演ではないため、 希少価値がががありつつも、回数を重ねるごとに関係性が深ままっていく様子が伺えます。企画やトークに加え、二人独自の距離感が番組の見どころとなっていることでしょう。今後もダブルショーの関係性がどう熟していくのか、ファンとして楽しみにしているところです。この番組を通じて、二人の仲の良さは今しに深まっていくようです。ただのエンターテインメントだけでなく、 彼らの交流が視聴者に感動と笑いを提供していることは間違いありません。ジャニのチャンネルの地上波版とも言えるこの番組は、異なる事務所に所属しているにもかかわらず、先輩と後輩の絆が垣間見え、視聴者に心地よい時間を届けています。これからも、ダブルショーの関係性がどのように進展していくのか、ファンにとっては楽しみな展開が待ち受けていることでしょう。新しい友情や笑いが生まれる一幕に期待しつつ、 二人の新たな冒険に耳を傾けてみてください。